やっぱり今でもこう音楽やってて絶対に忘れないのは1998年にスカーアゲンスレイシズムツアー、人種差別に対するスカっていうツアーにアメリカで参加させてもらって、その時に理想かもしれないけどいろんな肌の色その他乗り越えてとにかく音楽を愛す、そういう場をしっかり作っていこうぜっていう、そういう場に入れたこと、その中で学んだことが非常に大きくて、ずっと音楽やってます。でこれからもそういう感じでやっていきたいと思うんで、最後1曲その時に作った曲やって終わります。ハートビート。おやすみなさい。